夏休み、ずる休み。やあ、刹那清月だよ。箱庭の歌。あ、ちょっと。よっしゃー、ちょっとっていうだけの何か知らん。ロード、行きます。始めます。パート49だったな。前回のあらすじ。何やったっけ?2 週間ぶりやけん、ちょっと抜けとうけど、確かね。アニムが絵を描く絵に対して向き合うことを決意したんやな。なんつうか、父親の偉大さに比べ、自分を比べてしまって、自分の実力っていうのがちょっと低いと思って、ちょっと挫折しとったんやけど、また今後、また絵に向かおう、向かう?ただ、向き合おうとしたんやな。で、こっちの暗い世界の方に入って、名前忘れた。テトラじゃない方、テトラじゃない方。テトラじゃない方って言うたらなんかさ、なんか、チュートリアルじゃない方みたいな感じになるけど。まあ、いや、進もう。雑やな。こんな気持ちは、生まれて初めてだった。なんか、育毛剤初めて使ったジジイみたいなこと言うな、お前。自分にならできるかもしれない。希望の光が私の心を熱く燃やす。もっと熱くなられよって、あの人がおったら言いそうな感じやな。あ、そうそうそう、葵ちゃんやな。葵ちゃんが自分の使命に思い出したみたいな感じで終わったんやな。ありがとう、テトラ。そう言ってくれて、すごく嬉しいよ。あ、なんでさっきの2分出てこんかった、葵ちゃん。なんで今これを出てきたんや。私なんかじゃ何もできないかもしれないけど。でも、全力で協力する。だから何でも言ってくれ。うん。二人で一緒に、世界を動かそう、葵。なんかすごい壮大な話になってきた。うん。ずっと止まっていた私の、いや、私たちの、未来をかけた戦いが始まる。ターミネーターでしか出てこいような文章出てきたぞ。私たちの未来をかけた戦いが始まるんやと。第4章、テトラストライク。あ、箱庭の歌、テトラストライクってタイトルなんよな、このゲーム、実は。そのテトラストライクっていうのがようやく出てきた感じ。8月10日、夏休みだよ。このゲームの中でも夏休みだよ。よう考えたら。イーナさんが出てきた。いきなり、開幕イーナさん出てきたよ。なんだ?なんか不穏な気がするぞ。BGM こんなんやけど。イーナさんが出てきたってことは何かあるんかなって思ってしまう。ないな。この感じないな。そんなのあるかなって思ったけど、ないぞ、これは。え、マジですか?それやばくないですか?でしょ、マジやばだよね。何この今時の女子高生みたいな会話。中学生と小学生がやってるね。そうか、小学生もこんなギャルになり始めるような時代になったんか。それはもう猫を飼うしかないじゃろう。ひょこ、まだ会ったことないから飼ってみたいです。お、でもこれあるじゃん、高いポテチタン食っていい？ダメ、それは私の。ケチとも1枚だけな。つゆき、お前ポテチの魔力なめんなよ。1枚食ったら2枚3枚ってさらに食いたくなるのがポテチだ。気づいたら全部食ってるぞ。みんなもそういう経験あるだろ。絶対もっと食べるからダメ。ほら、小鳥ちゃんの言う通りだ。ポテチなめんな。で、食いしん坊のコトコト姉さんかよ。ああ、否定できんわ。小鳥ちゃんも何気に食いしん坊のところある気がするんやな。どうした、アイエム。イーナさんみたいな顔して。なんだこれ。何か悟った顔、悟ったような顔したぞ。いやいや。え、なんだこれは。なんでこんなとこにこんなことになってるんだ。え、いや、僕に聞かれても。それ言うたら俺に聞かれても、刹那清月に聞かれても分かりませんよ。最大祭から1週間が経った。8月10日、あれから1週間か。ウィナさんに呼び出された僕たちは、こうして RCH の臨時支部に集まったのだが。みんな倒れすぎ。しょうがないよ、涼介。夏休みってそんなもんじゃ。みんな宿題やったか。あ、小鳥やっぱ可愛いけど、イーナさんも捨てがたい。そうだよな。何が一番捨てがたいって言ったら、おっぱいよな。セクハラになるけど。あー、ちょっと今読んでなかった。今の YouTube 読んでなかった。すいません、ちょっと読んでなかったっす。いいね、なんか飲んでもいいっすか。ヨコちゃん、お前。
遠慮というものを知らないな、お前。数日前までは敵だったヒヨコですら、冷蔵庫を物色しようとする始末である。まあ、まあいいけどな。そう言いながら、呆れ顔でイナさんは笑う。はあ、それにしても、シャバの空気はうまいわ。イズキ、お前、捕まっとったようなことを言うなよ、お前。敵には捕まっとったけどさ、ある意味。姉さん、お疲れした。1週間前のイズキ行方不明事件については、本拠地で眠っていたということになっている。あ、そうなんだ。家族に説明はそういう感じでしたんやな。散々、叱られたイズキは、1週間の外出禁止を命じられ、ようやく今日になって解放されたというわけで。ああ、なるほど。だからシャバの空気がうまいわって言ったんじゃ。そうやな。夏休みのうち1週間出禁になったら、そりゃそうなるか。かわいそうに。まったく嫌な長はね、私悪くないのにさ。いや、まっすぐ家に帰れなかったんだから、悪いだろ。そうじゃな。素直に家に帰っていれば、あんなことにはならなかったんじゃからの。結果論的にはそうなんよな。イズキが本拠地に寄ってしまった件的に当たってしまった感じ。ああ、何よ。歩なんて私に向かって、ありがとう、ありがとうを言いながら泣いてたくせに。おっと、トラウマを掘り返した。な、泣いていない。赤いぞ、顔。泣いておったよ。見間違いだ。歩、そんなにしても可愛くないぞ。お前がやっても可愛くないぞ。苦しいわけだな。そんな会話を続けていると、小鳥が不思議そうな顔をイズキに向けた。でも、なんで本拠地に行ったの？確かに。タイミングよく BGM 止まるな。この後なんかやばいこと起きそうや、やばいこと言い出しそうやな、イズキが。流れ始めんぞ。本当に何かあるんか、これ。ちょっと、うん。それヒョコも気になってました。いや別に大したことじゃないのよ。あ、サイタサイでさ、飾ってあったアイムの絵を見て、なんだか無性に本拠地の2階にあったアイムの絵が見たくなってね。あれ、アイムが描いたんか。ああ、2枚あったな。同じ風景の絵が2枚あったけど、それのことかな。なんだよ、結局あゆちゃんのせいじゃんかよ。歩夢のせいにされてる。俺か、俺のせいか、それは。次の日にすればよかったのに。よっぽど伊月さんは歩夢さんの絵が好きなんですね。それとも歩夢さんのことが好きなんですか。それはない。にやけた顔でそういったひよこに顔を赤くして伊月が反論する。違うわよ。妙な勘違いしないで。歩とはいいとこだし、別にそんな風に思ってないから。それにしては、随分歩の絵に固執していたように思えたけど。それはさ、昔の話になるんだけど、過去編。急に穏やかな顔つきになって。えずきは懐かしむように昔のことを話し始めた。私、昔は本島の方に住んでて、4歳の時にこっちに引っ越してきたんだけどさ。それまで本島で仲良くしてた友達と別れて、悲しんでた私に、アイエムが変な絵を描いてくれてね。変な絵。それがすごく面白くて、この島に来て初めて笑ったのがそれだったんだ。そんなに面白かったのか。俺も見たいな。なんなん？そうだっけ？少し頬をあくらめ、アイムはそっけない態度を取る。きっと覚えているくせに、恥ずかしさからそうしているのだろう。アイムそういうところ多いな。恥ずかしがるってところ。そんなアイムの態度を気にせず、イズキは続ける。まあ、それだけじゃなくてさ、嫌なこととか辛いこととかあるたび、アイムは絵を描いてくれて。例えば、おじいちゃんが死んじゃって、悲しくてしょうがなかった時も、アイムは天国ってきっとこういうとこだよ、なんて言いながら、すごく綺麗な世界で笑う、おじいちゃんの絵を描いてくれたりしたんだよね。ああ。
それが歩夢の小さい子のセンスなんやな。お前何、お前何、お前過去に過去のことを思い出しながらちょっと懐かしいなみたいな顔してんだ。お前はほんとこの二人ひどこやな、似たような顔してる。そんなことが何回もあったから私はちょっと歩夢の絵に固執していたんだと思う。なるほどな、思い出なんやな。みんな黙って伊月の話を聞いてた。あ、ごめん、みんな黙っとったの俺めちゃくちゃバリバリ喋ってるわ、ごめんな。なんか話を聞く限りではただ純粋に成果物としての歩夢の絵が好きというより、歩夢という人間が描く絵が好きと言っているように聞こえた。ロマンチック。結局それって歩夢のことが好きってことじゃないかと。コナビちゃんが鋭いメスを入れましたね。だから違うって言ってるでしょ。じゃあ嫌いなの。小鳥ちゃんまで鋭いメスを入れました。いや、好きか嫌いかになればそりゃ好きの部類に入るけど、あ、ギリね、ギリだから IM あんた勘違いすんじゃないわよ。イズイズ姉さんのツンデレが出ました。あ、それ聞いて IM どういう心境で思っただろうな。なんか先から俺は褒められてるのかけなされてるのかどっちなんだ。いや、僕に聞かれても。っていうか小鳥、ここで言う好きはそういうんじゃないでしょうよ。え、さすが小鳥ちゃんだ。難しくてよくわからない。そうだよな、小鳥はお子ちゃまですからね。お前もな。ひよくはわかるの。それはまあ、ひよこだって立派な一人のレディですからね。ピョーちゃんは大人じゃの。して誰が好きなのじゃ。キラーパス入りました、コナミちゃんから。それは内緒です。内緒ってことはいるな、好きな人。え、まさか俺か、俺なのか。え、小鳥ちゃんの脳内、小鳥ちゃんじゃないわ、ひよこちゃんの脳内見てさ、俺のことをばっかり思っとったら、あー怖、あー怖、どうしよう、恋愛とか苦手僕。ピョちゃんと私の仲じゃろう。それでも内緒は内緒です。俺に教えてくれるんだろ。なんでお前に教えなあかんの。つゆき、一番教えたらヤバいタイプの人間やぞお前、この中じゃ。なんでですか。みんなで話して、みんなで笑い合う。あ、一週間でここまで戻ったっていうのもよかったな。そんな今があって本当に嬉しい。まあというわけで、先週はご心配をおかけして申し訳ありませんでした。いずになく塩らしい態度で、いずきは深々と頭を下げる。それとひよこちゃんに小鳥、二人が私を助けてくれたっていうのも聞いてる。本当にありがとう。いずきの敵や RCH にこのことについては話してある。また頭を下げる伊月に対し、小鳥は、私はいつも通りに敵を倒しただけ。ひよこがいなかったら何もできなかった。だからひよこにお礼を言ってくれればそれでいい。そう答えた。そうやな。あ、でも小鳥ちゃんにはって頑張ったと思うよ、敵を倒したっていう点では。そっか、本当にありがとうね、ひよこちゃん。私からもお礼が言いたい。伊月を助けてくれてありがとう。本当に、本当にありがとう。年上の女子二人から頭を下げられ、困惑気味に顔を赤くするひよこ。やめてくださいよ、恥ずかしいじゃないですか。それに、ひよこは伊月さんのことを本当に助けたいって思ったから、友達だと、そう思ってたから。ひよこちゃん、そうだ。ひよこちゃんだって今じゃ友達だ。敵だったけど今じゃ友達。うん。今日の敵は明日の友って言葉があったっけ？あれ？これで合っとる？今日の敵は明日の友？昨日の敵は今日の友？あれ？どっちやっけ？ああ、もういいや。俺の国力で足らないことをしらさんに知らしめたよ。カビカビだよ。と、友達を助けてくれただけですから。そんなお題だって当たり前にすることですから。そんなに感謝されても困ります。勇気を出し切った顔でひよこはそう言い切った。そんなひよこを見て伊月は、
かわいい。わあ、伊豆木お前、今の時の女子高生みたいなことやってる。ねえ、次買ってもいい？うちの妹にならない？あ、伊豆木がお持ち帰りとか言ってる。リュウグウレナみたいな感じになってる。何言ってるんですか？一人暴走を始めていた。ヒョクもすっかり、いつの間にか僕たちの輪の中にいる仲間になっていた。よし、そろそろいいか？どうしたんですか、イリナさん。こんな夏の中で何か集めた理由何かあるんすか？あ、イリナさん、もしかして、え、みんなでスイカ割りとかしたいタイプですか？え、イリナさん、結構スイカ割りとかしたいタイプですか？ああ、そうですか。だから人数集めたんですか。ああ、しょうがないですね。俺もスイカ割り参加しますよ。イリナさんのこと、イリナさんの願いですからね。話が一段落して、ようやくイリナさんが本題を切り出す。この一週間の報告を始めたいと思う。あれ、イリナさん、え、スイカ割りじゃないですか。え、報告？わかりました。あ、報告ですね。うん。みんな話すのをやめて、計画構えだ。それを確認して、イーナさんは話し始めた。この一週間で、この島にいる敵のほとんどを消し去ることができた。イーナさんが作った装置の設置により、広範囲の索敵が可能になった RCH は、この一週間で小さい敵を全て倒してしまった。あ、マジで？え、この一週間の間に？1週間で倒せたもんなんじゃな、敵。全部敵倒したってことは、大きいのが2体ぐらいおるだけってことになるんじゃない？結構忙しかった。ああ、夏休みなのにな。夏休みなのになんか部活動に勤しむ学生みたいな感じになったんな。残すのは大きな敵、1体だ。あ、1体な。あ、この前倒したんが、残った2体のうちの片方みたいな感じなんじゃ。ああ、少なかった。だが、なぜかその一体だけが見つからない。策敵しようのにか。本当に言えるんすか？ああ、言うことは間違いないだろう。大野がそう言ってるからな。レーダーよりも高性能の大野レーダーですか。あの人の言うことでしょ？確かなんですか？大野さん、信頼ない。最後の伊豆木助けるの決め手になった大野さんなり、信頼ないな。大野はいつもおちゃらけてますか？立場的にはものすごく上にいる人なんですよ。嘘。そうなん。俺 RCH のバイトかと思ったんやけど。立場的にものすごく上の人があんなサボっていいのか。部下が見たら涙するよ。ヒョコたちが知らないことをたくさん知ってるし、大事なことではあんまり嘘つきません。へえ。ほら、伊豆木だって 俺と同じような反応しとんで、信じられないわねみたいな顔しとんでも。とはいえ、この島だってそんなに大きくはない。見つかるのも時間の問題だろう。まあだが、全員注意は怠らないでほしい。注意って言われてもな、見える人たちにはいいかもしれんが。俺とこだめは見えないもんな。あ、伊豆木見えたん？そっか、そういえばそうだよね。誰にでも見えるというものではない。伊豆木に限っては敵との接触後見えるようになったのだが。あ、接触者兼見えるようになったんじゃ。それについては、涼介、お前ラジオを持っているだろ。ああ、反応するやつじゃ。敵に反応するやつな。え、ああ、はい。本拠地に置いてありますけど。あれを持っていれば、敵が近づけばわかるから、夏井滝に渡しておけ。は、はあ。っていうか、あれってもしかして RCH の？もしかしてしなくても、敵を感知するラジオなんて RCH のもの以外の何者でもないだろう。確かに。それはそうですよね。ずっと僕たちが持っていたことも知っていたようだ。どっから情報が漏れたんだろう。ああ、じゃあ本拠地を荒らしたのはここの人だったんですか？違う。それはクリスたちだ。はい、すいません。いや、まあいいけどな。歩が若干さ、ロリコンに見えてくるのは俺だけじゃないはず。ということで、敵については一旦これで報告は終えだ。やった。じゃあ、イーナさん。じゃあ、スイカ割りしませんか、イーナさん。足つぼあるな。足つぼタイム？ああ、うん。スイカ割りじゃない。ああ、足つぼタイムか。わかりました。何か質問はあるか？
あ、俺？あ、俺からの質問、あー、ズバリ聞きますけど、イーナさんバスタいくつですか？あ、みんな質問せんの？え、みんな、え？イーナさんのスリーサイズとか聞かないタイプ？あ、俺だけか、少数派か。じゃあ俺もやめとこ、聞くんやめとこ。質問があるとか言われても、何を聞いてもいいかわからず、みんな黙っていた。よし、じゃあ次にはクリスたちのことについてだが、あ、スイカ割りしない。あー、なんだ、スイカ割りせんのか。まだ報告会は続くんやね。了解しました。はい、クリスさんたちのことね。それについてはヒョコの方からお話しさせてもらいます。そういやクリスさんって1週間前に捕まったとか言ったな、 RCH に。うん、そうじゃな、え、1週間前やっけそれ。あ、どうだったかな。まあいいや。立ち上がりながらそう言ってヒヨコは話を始めた。ヒヨコたちはこの最多上におけるこれ以上の活動は無理と考え撤退することに決めました。あ、新世界撤退するん。あ、そうなん。え、じゃあヒヨコちゃんももう最多島から出ていくんかな。それは嫌やな。クリスの結果の具合も良くなってきましたね。次の水曜日この島を立ちます。水曜日ってもう明後日じゃないのよ。明後日なん、月曜日なのか。急じゃの。せめて夏休みが終わるまではいられたらよかったのに。ええ、よくもちょっと名残惜しいですけど、やらないといけないこともたくさんありますし。そう、やらないこともたくさんありますしがな。宿題だったらさあ、学生だなこの子もみたいな感じになるんやけどな。それに、ああ、夏休み関係ないのかお前。あんまり関係ないですからね。マジで。そうか、そっか。ということで、みかんは嫌でした。いろいろありがとうございました。話を終え、ぺこいと頭を下げるヒヨコ。あ、ヒヨコちゃん、もう島から出ていくんか。なんか悲しいな。そんなヒヨコを見て、夏ゆきが、あっと声を上げた。どうした、夏ゆき。ほんとだよ。寂しくなるよ。ヒヨコちゃん、ムードメーカーでいないところあったやん、これまで。どうしたの？そんなら送別会やろうぜ。せっかくだしさ。なずき、お前いいこと言ったな。送別会じゃ。やっぱひよこちゃんは仲間やけんな。もう盛大に送り出してやりたいよな。送別会？ああ、いいわね。盛大にパーッと送り出しましょう。何も俺と一緒に似たようなこと言い出したな、お前。俺が今言ったぞ、お前クソ野郎。本当ですか？ひよこ探偵、ひよこ探偵じゃった。探偵じゃった。ひよこ探偵をしちゃった、今。歩が本当にロリコンみたいになるけん、やめとこう、これ。別に歩がロリコンでもいいけどさ。時間があればの話だけどな。作ります。出ていく準備だってすぐに終わらせますから。それなら、マリちゃんを呼ばないとの。コロナフィちゃん、お前、マリンちゃんの体勢ついたんやな。あとひよこちゃんは多分ついてないと思うよ。あー、いけるん？あ、ひよこちゃん別にいけるタイプ。あ、よかった。ひよこちゃん、マリンちゃんのこと怖がっとったけんな。あ、でもあれか、斎藤さんの時にもう打ち解けたんか。どうせなら海でバーベキューとかいいわね。おいしそうな響き。小田井ちゃんはもう満腹中枢に精神が乗っ取られてるね。ということで、送別会はひよこたちが本当に帰る水曜日に行われることになった。楽しみじゃの。今から食べ物のことも考えておかなくちゃ。もうみんな送別会のことで頭がいっぱいになっている。大丈夫かこいつら、宿題とかちゃんとやるかな。そんな中、ひよこが申し訳なさそうに、どうしたひよこちゃんと声を漏らす。どうかした？いえ、そのもしよかったらなんですけど、クリスが一緒でもいいですか？はあ、別に全然いいよ。クリスやって、そうやな、あれやな、クリスさんの送別会でもあると思うよな。そう考えたらひよこちゃんだけじゃないよ、仲間は。クリスさんやって、年は離れとるけど友達みたいなもんやと思うけんな。気まずそうにそんなみんなの顔色をうかがうひよこ。すると、お、いいんじゃないの、別に問題ねえだろ。夏行きは何でもないようにそう答えね。そうだな、まあいろいろあったけど悪い人ではなさそうだし。じゃあな、みんな。ほら、みんなやってクリスさんは悪い人じゃないって分かったのよな。
俺もそう思う。クリスさんは悪くない。ありがとうございます。よかったね、ひよこ。はい。用事を終え、 RCH の臨時支部を後にし、僕たちは本拠地に向かってみんなで歩いていた。あ、待てよ、この辺で切ろうか。なんか伊豆木できてごめんな。伊豆木、ちょっと君のセリフは来週の最終的に回させてもらうよ。というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。皆さんは夏休みどうやって過ごされますか？どうですか？僕、刹那健介は社会人なんで夏休みはありません。悲しいです。あわよくば夏休みずる休みしたいですね。ということで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。次回も次週もよろしくお願いします。週上げ。せっかくひよこちゃんも俺らグループの仲間みたいな感じになってきたのに、クリスさんとももう少し話したかったと思っとったのに、こんなタイミングでお別れ近づいてくるとは。これまで出会いばっかやったけん、今回はとうとう別れの方が来たって感じかな、ストーリー的に。